それでは張り切りをしていこうかなと。ガチガチだと思います。ふわふわマイナス50ぐらいですね。でグリコより割ってないでしょ。硬い焼きそば焼けそば。これぞ映えって感じ。硬いですね。おお。噂のパンダのマケールです。今日はですね、視聴者さんに登場していただいております。堀さんです。はい、よろしくお願いします。はい、堀さんに今日はですね、はい、スイダーマンと張り切りをしていこうかなと思います。症状はこうどこが一番辛いですか？そうですね、腰が一番ひどくて、まあ、肩、首もちょっと凝りがひどいっていうような形ですね。先ほどですねカウンセリングしたんですけど、全身ですねガチゴチだと思います。こう嫌な感じが言い方失礼いたしました。なんていうんですかね、きついだろうなっていうオーラを発してますよね。ふわふわマイナス50ぐらいですね。振り返る。おお、これは結構来たんじゃないですかね。多分私見えないですよね。見えないです。はい、じゃあ今度左行きましょう。見えないです。はい。じゃあ下向いていただいて。あれですかね、前凸一族系です。前凸一族ご存知ですか？わからない。あ、オッケーです。わかりました。はい。じゃあ今度上向きましょう。電球は見えないですね。電球は一応見えます。あ、一応見える。はい。はい、ここですね。はい。はい。絶対グリコより割ってないですよね。上がってないです。グリコもうちょっと上がってないですね。はい。できたらこのままこう肩甲骨の内側を持てたら。全く持てないです。ここ。おお。左。今痛みあります？あ、大丈夫です。動かした時は痛みないです。動かした時は大丈夫です。じゃこのまま前にちょっと行きましょう。ここ。これはなんか痛みとか。あ、大丈夫です。もうちょっと前に行きます。特に今は痛みはないですね。そうですね、はい、後ろに倒しても痛みはない。はい、うん、ちょっとしんどいって感じです。しんどい感じですね、はい、普段はあの高菜に来ていただいた方にはしないんですけど、はい、ちょっと手を借りますね、まず、はい、すごい手が綺麗。ちょっと手足のツボを使って腰と首の動きをですね、少し良くしていこうかなと思います、はい、ちょっとこう固定していてくださいね、はい、でここにですね、あの心脈っていうツボがあるんですけど、結構腰痛とかのやつですね。よいしょ、こんな感じ。もう一個がですね、これと腱になるツボなんですけど、はい、ここちょっと響きやすいので、はい、どんな感じがしたらおっしゃってください、はい、これで動きが良くなるかどうかですね。はい、じゃあ右ですね。いきますね、先ほどより。肩はちょっと見えますね。肩見えます？はい。じゃあ今度左です。おお、あ、見えるんじゃないですか、私。こっち結構いけますね。もう一回右回しましょうか。でもなんで。あ、めっちゃ、さっきと向きやすさ分かります？あんまりわかんないです。 あんまりわからないですね、はい、めちゃめちゃ向けてますね。ちょっと動画公開されるの楽しみにしてるから、じゃあ今度上向きましょうか、はい、上、うん、上も電球が、上は電球が結構しっかり見えるように、うん、ね、しっかりになりましたね。あ、硬い硬いですね。28って若いんですよ。鉄板って感じ。焼きそば焼けそうで、硬いですね。これはね、結構きついですね。お尻も硬いですね。ここなんか、そこはね、痛い。痛いですね、はい、ここですね。ここは腰痛に効くツボと言われる一休がある場所なんで、はい、もみもみしてください。はい、じゃあ早速ですね、水玉からやっていきます。はい、多分水玉とかって痛いイメージないですよ。あります。よく受けてみようと。楽になるなら。ああ、痛いのも、はい、今どんな感じです？めっちゃ座れてるな。めっちゃ座れてるな。でもすごくないの、結構もうこの時点で色が出てるので、うん、だいぶおけつまみたいなお背中です、ね、どうでしょう。大丈夫、大丈夫です。はい、うん、あ、今そうですね、滑り自体は良さげですね。よいしょ、
はい、個人差があるんですよ、結構水玉の痛みって、はい、なのでなんかその日の自分の体調だったりとか、はい、コンディションとかで痛かったりで、絶対この人痛いだろうなっていうぐらい体が硬い方とかでも、いや気持ちがいいですみたいな方もいらっしゃるので、はい、水玉の施術自体が決して痛いわけではないので、はい、この辺ちょっと痛いですね、この辺はちょっと痛い、はい、いやでも肩甲骨周りがすごいです、いやもう色はすごいことになってます、映えますこれぞ映えって感じぐらい背中すごいですね、うん、よくこんな黙って続けてられるなっていうくらいの赤みが出てますね、まあまあすごくどうぞ、多分ちょっとご家族の方がびっくりしちゃうかもしれないよいしょ、じゃあこのままつけていきますね、はい、めちゃくちゃ背中あったかいですよねポッカポカです、すでにいい色出てるんですけど、もう収穫がすごい、でも今結構いい色出てますもんね、この子とかね結構ブルーベリー感が結構、ね、頭痛もするということで、はい、やっぱりここら辺の、あ、硬いですねちょっとびっくりしました今この辺のですね、筋肉で奥にある筋肉を狙って針するんですけど、はい、後頭下筋群っていう、そこが固まりやすいんですね、はい、で固まると頭痛だったりとか、うん、めまいとかそういった症状とかも起きやすくなるので、はい、ちょっとしっかりほぐしていきます、はい、結構定期的に針治療は受けられてるんですか？たまにっていう感じですね。結構関西の方が針の文化が根付いてるというか、はい、針やってるっていう方多いですよね。最初学生時代に通ってた鍼灸院みたいなところで、うん、何本かだけやってもらったりとかしてたので、はい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 、地域によっていろいろあるんですね。うん、はい、じゃあですね、ちょっと収穫の時期になったので、はい、収穫していきたいと思います。はい、まあ、どこを外してもいい感じの色が出てきたんですけど、これが一番この辺りですかね。ちょっと外してみようかなと思いますね。いきますよ。はい、パッカッ。うわ。おいいブルーベリー色ですね。おけつ感じの色が出てますね。開放感すごいですよね。そうですね。取られた瞬間。ふわふわ感が出てきてますね。あ、腰はもうちょっとですね。まあ、痛みありますか？まあ、ゾーンと。ずーんとくる感じですね。結構濃い色が出ましたね。うん、逆にも良かったです。冷えとかの症状とか立ちくらみとかがあるって言ってたんで、水玉すると本当に血流良くなるので、あとはですね、大阪帰られても詰めて治療してあげるとより改善していくので。はい、リッチ感ないんですか？ずっと来てます。肩とかの残りって脇の下の筋肉の硬さが原因なことがあるので、この辺を緩めてあげると腕が上がりやすくなります。すごい来ますね。はい、見ていきますね。だいぶ柔らかくなりました。
ますね、はい、うん、あ、でもだいぶ緩みましたね、腰も、はい、あ、うん、いい感じです、いい感じです。で、右向いていく、はい、右をですね、うん、私そうですね、顔がちょっと、うん、だいぶ向けになりました、はい、左です、うん、はい、こっちもだいぶ、うん、ね、向けるようになりました、はい、はい、で、今度下向いてください。下だいぶ向けますね。スケパンの上です、うん、上、結構いけますね、はい、楽にしてください。で、今度ね、肩を向いていきますね。振り子になれるか、振り子になれるか、うん、あ、シュッと上がりますね。全然楽ですね、うん、ブリコを通り過ぎました、ね、うん、こっちも上がりますね、はい、だいぶ楽ですね。こちらのイメージですね。これが多分楽なんじゃないですか、はい、先ほどより。こうやって右に回します。うん、回りますね。で、今度左です。うん、めちゃめちゃ回りますね。はい、楽にしてください。どうですか、初めての水道は。思ったより痛くなくてよかったです、うんうんうん、気持ちいいぐらい。そうですね、はい。今体多分めちゃくちゃ軽いんじゃないですか、ね、はい、めちゃくちゃ動きやすいです、うん、なので、はい、逃げてないと元に戻りやすいので、はい、元に戻る前にまたちょっとこう施術してあげるといいかなと思います。わ、はい、かりました。はい、はい、ちょっとあの鉄板みたいな、はい、ちょっと心配だったんで、はい、ぜひぜひおケアされてください。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今後もこういった施術動画、健康情報を配信していきますので、よろしければチャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いいたします。今日はですね、視聴者さんの晴さんにもご協力いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではまた次の動画です。お名前どうしますかみたいな、大体の方なんですか、ペンネーム的な感じで作るんですけど、はい、もうそのままでみたいな、はい